ご主人様。朝です。起こしたらいけなかったですか？どこへですか？あの、ここが何か。ご主人様の？どうなさったですか？いいえ、初めてですが。ご主人様、変です。ここは？いいえ、上手だったですか？絵を描くことって面白いですか？数はわからないです。こちらは随分と新しいです。保健医はいらっしゃらないのですか？仕事放棄です。いた場所？
様。ご主人様。ご主人様が言ってしまうと、
私は一人きりになった。お掃除をしてみたけれど、すぐ終わってしまった。買い物に行く必要もなかった。私は机の上のお写真を眺めてみた。お若いご主人様、私の知らないご主人様。ご主人様は知っているのに、私は知らない。他の方も会ったことがあるらしいのに、私は知らない。ご主人様とどんな思い出があったのだろう。私は何をしていたのだろう。暑い、頭が熱い。わからない。でもそれがご主人様のためなら思い出したい。もう夕方だ。ご主人様はいつお帰りになるのだろう。はい、平野でございます。ご主人様。はい、少しだけ。いえ。ご主人様の方こそお体にお気をつけて。なんということもない電話。別に大きな用事ではなかった。もしかして私のことを気遣ってくれたのだろうか。記憶、思い出したい。おかえりなさいませ。いいえ。そうですか。そんなことは。すう、恥ずかしい。面白いもの？お写真。スThank you.
これ、昨日行った学校。私ってそんなにとろいかな。